そうですね、あのストーリー上は敵を追い求め、なぜ父が誰かを殺した、信じられない量、それを確かめていくんだっていうことなんですけども、あのゲーム的な側面としては、その一つの一人旅を終わった時のその記憶とか体験がちょっとこう思い出に残るような感覚をが再現できたらいいなっていう、そういうゲームなんですね。旅体験みたいな感じですか。中国の少数民族の村っていうのはちょっと興味ありまして、あの非常に文化が色濃く残っていて、民族衣装なんかがすごく綺麗っていうこともあるんで、過去に取材したり、あのネットで調べたり文献で調べたりしているんですけども、あのまあ割と荒涼としたところが多くて、やっぱり少し緑が欲しかったり、あの桂林ですから、あの美しい山水画みたいな景色の中に水とグリーンがあってっていうイメージも作りたいわけですね。ですから、あのある程度あの中国の中の自分の持っているその中国らしい景色っていう、ちょっと美化した形になってると思います。ハッカソンが割とその桂林の山奥の片田舎っていう設定で作ってるんで、長部の方はそのまあ桂林は桂林なんですけど、あの利口という川に面した割と町っていうのをちょっと広い方がちょっとオープンワールドの遊びをいろいろやりやすいので、長部で140軒ぐらいお店があって、でその中で買い物できる店が70軒ぐらいあります。で基本的にそのお店とか、そのお店以外にもちょっとお店じゃないその大型のお寺とかそういうものもあるんで、基本そこは全部プレイヤーは行けます。木人っていうちょっと憲法においては、あの 割とシリアスに木の人形みたいな相手に防衛ってやるんですけど、ちょっとあのこう人形風にして木人喫茶作ろうと、何ですかユウさんとかってなっちゃって、まあ木人と一緒にお茶を飲めるっていうお店作ろうと、ちょっと どうなんでしょうねこれまた長部観光協会っていうことを設定してまして、ゆるキャラを長部にも作ろうっていう運動が起きたという設定にして、で最近あの長部ちゃんっていうゆるキャラを観光協会がこう推してるわけですよ。気に入ってるのは長部旅社って言って、長部に来た時に寮が泊まるホテルの女将がすごいインパクトがあって好きですね。長部三大美人って呼んでますけども、三大美人の一人がその長部旅社の女将と、残りの二人もあの長部三大美人テレカっていうのをちょっと作りましたので、そのまだ三大美人のうちの二人はまだ明かしてませんので、ゲームの方で探してもらいたいと思う。シェフの一つ特徴だと思いますけど、そのいわゆる NPC っていう言われるキャラクターになるんですが、その特にあの声を持ってるようなキャラクターについては、あの全てそのフルカスタムというか、その個性を背景を設定して個性をが出るようにちょっとユニークなキャラクターに作ってます。キャラクターの女の人だったら洋服とか宝石とか興味のあるところにその興味のある店っていうフラグが立ってて、そこを中心にちょっとこうウィンドショッピングして回っていくっていうようなそのスケジュールのシステムをやってます今回は。父が岩尾って言うんですけど、若き時にその中国を訪れた武者修行で、中国憲法の武者修行で中国を訪れたっていう設定なんで、ハカソンにも訪れた。で、父の痕跡を追う旅でもあります。